関東大会ファイナリスト野中聖花さん15歳。自分らしく最後まで頑張ります。よろしくお願いします。ファーストステージファイナリスト14名が登場いたしました。この中からセカンドステージに進む7名が選ばれます。最後の1人です。エントリーナンバー14番、野中世界聖花さん。野中聖花さん、はい、以上セカンドステージに進む7名が決定しました。はい、おめでとうございます。はい、じゃあ自己紹介お願いします。エントリーナンバー14番、高校1年生の15歳野中聖花です。と、私は負けず嫌いで、やると決めたら最後までやりきる性格です。と、テレビでランウェイを歩くモデルさんを小さい時に見て、それで、モデルになりたいと思いました。と、趣味は雑誌を読むことで、特技はフルートを吹くことと生け花です。と、今日は特技の一つであるフルートで魔女の宅急便より海の見える街を演奏したいと思います。野中聖花さん、ありがとうございました。野中さんも最初の登場から今日の登場の皆さんの中で最も緊張してるのかなって思うぐらいすごい緊張してます、今。うん、割と緊張しやすいですか？そうですね。でも大丈夫ですか？リラックスしてください。もう最後ですからね。ちょっとお伺いしたいんですけれども、うん、今までずいぶんたくさんスカウトされたって書いてあるんですけど、うん、スカウトされる時っていうのはどんな気持ちなんですか？そしてそれに対してどういうふうにこれまで対処されてきたのでしょうか？中学生の時がほとんどだったんだけど、すごく嬉しかったんですけど、中学生の時は勉強に専念したいと思ったので断ってました。お母さんとお父さんにご相談はしましたか？はい、一応しました。なんて言われました？やっぱりまだ義務教育だったので、勉強に専念した方がいいんじゃないかって言われました。なるほど。もう一つ質問させてください。はい、小さい頃からランウェイ歩くのに憧れてきたと、身長がちょっと低いと、158センチということで、はい、もうそろそろ身長的には止まっ、まだちょっと伸びてます。まだ伸びてますか。はい、身長高い今日他の、参加者の方もいますけど、ちょっと身長が低いけれども、それに勝る自分の、いいところ、はい、どんなところにあるでしょうか？背筋をいつもピンとできるように意識してます。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。